ハロー、大家好、我是天地良太。僕が声優に初挑戦させていただいた映画君と波に乗れたらは、ぜひ劇場でお越しください。10年、20年、ひな子がおばあさんになってもずっと一緒にいられると思っていた。ひな子、みなと、水の中に現れた死んだはずの恋人。俺はひな子と手をつなぐこともできない。私このままでいい。ずっと一緒にいてくれるでしょ。いい加減受け入れなよ。先輩はもういないんです。みなとが消えちゃう。ひな子、俺の願いは君と波に乗れたら。